Vale Tudo が産声を上げた地。しかし、シュートにとってここはまさに因縁の場所である。ヒクソン・グレイシーの脅威によって幕を開けたバーリトゥード・ジャパン。世界の壁を目の当たりにしたシューターたちが打倒柔術を胸に立ち上がったのが1996年7月7日のことである。しかし結果はシューターたちの全滅。日本最弱という十字架がシュートにかけられた日となった。シュートが復活の狼煙を上げた翌97年、シューターたちは驚くほどの成長を見せる。世界のパワーと真っ向から打ち合って負けないほどのテクニック。まさに1年でシュートはバーリトゥード界の雄として名を挙げたのである。佐藤ルミナが復讐を果たした時、我々はシュートの未来に一筋の光明を見出すことができた。そして迎えた98年、一本勝ちで一本とは KO で、日本人選手みんな勝たなきゃいけないとこまで来てるかもしれないですけど、でもちょっと相手みんな強いですね今回。この試合のためでも何の試合のためでも辛い練習しないとやっぱり頑張ってないこと、ね、だから自分はいつも考えてるのは、辛いトレーニングがどの辛いトレーニングすると勝つ時そんな幸せになるね。アルティメットとかで活躍してるじゃないですか、アマレス出身の選手、そういう系の選手がいっぱい来てるんで、ちょっと厳しい戦いになるんじゃないかなってありますね。すごいハードな試合用意してます、心の中でも倒しに行きます。ルミナとエンセンが警戒する外国人勢の脅威。確かに今年は世界の総合格闘技界トップレベルの選手が顔を揃えた。柔術世界王者のジョン・ホーキやその師匠アンドレ・ペデレイラスを筆頭に、バーリトゥードの世界ではビッグネームばかり。まさに史上最強の黒船艦隊が集結した。現役 UFC 世界ヘビー級チャンピオンランディ・クーズは今大会最大の台風の目である。アルティメット大会で負けなし、あのビクトー・ベンフォートを TKO で葬ったニュースは世界中を駆け巡り、クートアーの最強神話を作り上げた。オクタゴンの帝王がメインイベントでエンセン・イノウエと激突する。 I like all fights, but certainly the Couture Enson Inoue fights very big. I think the whole card's excellent. Shooto's done a wonderful job.Last year, I fought in the Japan Vale Tudo and Enson fought Frank Shamrock, and it was a very good fight. And I'm looking forward to see how Randy Couture does against Enson. そして神話の世界から蘇る男がもう一人。グレイシーと並び評されながらバーリトゥードを否定し続けてきたマチャド柔術のジアン・マチャドがプロのバーリトゥードのリングで歴史的なデビューを果たす。We decided because start get really popular. They start see like more like sports because like before we have a different goals to introduce the sport, but now the sports already well introduced around the world. Now what we're looking for is to have a chance to have some fun. I'm really interested to see the fight between Jean-Jacques and Frank Trigg because it is going to be a very good jiu-jitsu against a very good wrestler. ブラジリアン柔術のもうチャンピオンですから、その彼がどういった戦い方をバリトゥードで見せるのかっていうのはすごく僕も初めて見るんで非常に興味ありますね。武道大国日本の復権をかけて今年 NK ホールでどんなドラマが生まれるのか。1ラウンドですっきり KO が一本勝ちで勝ちます。
自身も 100% あり、もう勝たなくちゃ、自分の心の中に絶対勝つって感じ、人間だから倒す。